ですね、僕は、ちょっと今日機嫌が悪いですけど、ご了承ください。はい。海宝に叩き起こされました。よいしょ。すいませんでした。余計なこと言わなくていい。うん、で、サクッとらパフェありがとう。アイテムありがとう。でね、海宝が、まあ、配信始めて、まだ1ヶ月ぐらいなんだけど、ほぼ、っていうか、もう2週間ぐらいなんだよね。で、リスナーさんの中でも、配信者で、過疎の人とかで、どうやってやっていいかわかんないっていう人がいっぱいいると思うんで、メガネ似合うケイブン、ありがとう。ハート10個ありがとう。うん、これいい機会だなと思って、なんか持ってるノウハウとかを伝えていけたらなと思ってます。配信者の方はぜひ見ていってください。こんにちは、みんな。で、今月、マンスリーランキング10位狙ってるんで、もうガンガンアイテムいただけると嬉しいです。アイテムくれる人はお願いします。あんまりアイテムくれって言わなかったんだけど、今月はね、本気で狙ってるんで、和道リスナーの底力をちょっと見せていけたらなと思ってるんで。あとメガネ変えました。はい。じゃあ、海宝は声聞こえてんの？俺の声。バッチリ聞こえてる？はい、うん、俺音楽かけながらのこれだから、はい、うん、メモ取っていってください。はい、アイテムありがとう。じゃあね、まずね、配信をやる上で大事なことっていうのをいくつかお伝えしていこうと思います。メガネの一部、ありがとう。アイテムありがとう。こっちの方がいいね。俺もファッション的には黒のパンクファッションだからパンクスがつけてそうなメガネが欲しかったんだよね。はい、みんなアイテムありがとうね。初見さんもありがとう。初見さんありがとう。トコさんもありがとう。メガネこっちの方がいい？うん。ていうかね、視力がだいぶ落ちてたんだよ。視力が。0.6、0.3 とかだったのね。で、もともと 2.0 だったの、俺。子供の頃。2.0 で、よくそんなところまで見えてるねって言われてたんだけど、お母さんとかに。うちの家系ね、子供の頃目が良くて、急に悪くなる家系なのね。で、目良かったんだけど、乱視で 0.3、0.6 だったんだけど、両方ともね、今ね、0.05 とかになっちゃった。うん。すごく目悪い。似合ってる？よかった。みんなこんにちは。マンスリー10位頑張ります。ありがとね、アイテム。アイテムガンガンください。はい、のんのんいらっしゃい。楽しんでて。じゃあ、今回のテーマは、配信の初心者にね、放送のノウハウ、基本的な部分をお伝えしていくっていうことで、やっていこうと思うんで、ぜひ見ていってください。できればね、メモを取ってください。メモを。で、これは、ビジネスとか、メモを取る理由って教わったことある？なんでメモを取るか、理由知ってる？みんな。俺はね、人間っていうのは意味がわかるとその行動をするっていう風に教わったの。意味がわからないと、バカなやつって先輩の言うこと聞かないんだよ。で、俺もメモマなんだけど、なんでメモを取るか、理由答えられる人いますか？皆さん。メモを取る理由。うん、配信のノウハウを教えるから。今ね、メモを取る理由から。これもすごく大事なことだから。書くことで頭に入る。まあね、それはね、合ってるんだけど、じゃあみんな行くよ。昨日の夜食べたもの書いてください。昨日の夜食べたものみんな書いていって。昨日の夜食べたもの。はい。皆さんも参加していってね。昨日の夜食べたもの書いてください。昨日の夜食べたもの。一緒に考えよう。これもすごく大事なことだから。キャスバーのチャーハンを食べた。キャスバーいたの？昨日。焼肉を食べた。さつま揚げを食べた。女を食べた。チャーハン食べた。ピザ食べた。じゃあ今度行くよ。1週間前の晩ご飯を書いてください。わからない人はわからないって書いてください。1週間前の晩ご飯を書いてみて。うん。書いてみて、1週間前の晩ご飯。ゆりちゃん、思い出せないでしょ？わからないでしょ？じゃあもっと言うなら3年前の晩ご飯とか。要は人間の記憶ってこれくらい不安定なの。で、俺にメモを取れって言って、メモを取るように癖をつけた先輩は、実は毎日何を食べたか全部書いてあるの。で、なんでかっていうと、自分が生きてて、その健康産業、要はそのサプリメントの販売をやってる時にその人はそうしてたんだけど、人様に健康を謳って自分の健康管理もできてないやつが人にサプリメントなんか売れるはずないだろうって。だから、自分の体をどう作ってるのかを知らなきゃ、多分ね、ドルさんはね、わかるよ。ボディービルダーの人とか絶対つけてんの。だから、忘れててもいいの。答えられるようにしてんの。要は、忘れてもいいためにメモするって教わったの、俺は。人間って必ず忘れるの。で、忘れないためにメモするっていう発想はダメなの。忘れるために。忘れても管理ができるように。だから今日多分本気でみんなは、勉強する人もいると思うの。海保は勉強しなきゃダメだよ。はい。うん。だけど、忘れてもいいようにメモをするの。なんでかって言ったらノートを見たら思い出せるから。で、あの時なんだっけって言う人いるでしょ。先輩とか上司とかに聞いて、あの時の約束何でしたっけって。人間って必ず忘れるんだよ。忘れない人間なんていないの。でもメモを開けばわかるでしょ。で、先輩に何度も何度もあの件でっていうやつはできないやつなんだよ、社会人として。そう。うん。だから、頭がいいやつはメモ取る必要ないの。覚えてる必要。でも、頭のいいやつっていうのは100人に1人とかなんだよ。人の会話覚えてたりとか、才能があったりとか。みんな凡人なの。で、俺は自分が凡人だから、今から伝えることっていうのは、もう俺の体の中に入ってるの。メモマはできるやつだよ。うん。うん。OK。じゃあメモ取る理由は分かった。忘れてもいいため。うん、今日のことが大事だったら忘れてもいいはずだ。うん。忘れっぽい人ほどメモを取った方がいい。大事なところはね。俺だって、何月何日何やってたか全部メモしてたから。自分に重要なこと、重要じゃないことも含めて全部。例えば、海保さ、そこに、ノートの束あったでしょ。はい。あれさ、全部持ってきて。はい。うん。海保が、これなんだろうって言ってたの、部屋片してるときに。メガネ変えたよ。うん。これは、配信ノートは見せらんないんだけど、起業してたとき、22歳のとき、会社経営始めたときのノートかな。ノートの束。はい。ありがとう。よいしょ。今から9年ぐらい前かな。9年前のいくつだろう。わかんないけど。ね。これくらい全部ノートに書いてた。全部書くの。取引先の会話の内容何もかも。それが、会社を起業してからずーっと、もうこんな感じで。これ全部、もう本当に日記でもあり、営業の売り上げとか、企画とかデザインとか全部書いてある。だからここに書いてあると、当時何を考えてたか全部わかるの。で、これで少ないんだよ。こんなもんじゃないんだよ、本来は。本来は。そう。だから、本当に何かをやりたかったら、メモ取ってネタを作るとか。俺ネタ帳もあるんだけど、配信の。これくらいになって当たり前だから。うん、これくらいになって当たり前なんですよ。うん、何かプロを目指してるんならね、うん。プロを目指してるんなら。努力じゃなくて、これはプロの当たり前の作業の。才能のあるやつはいらないよ、こういうの。でも普通、才能のあるやつっていうのはいないんだよ。うん。じゃあ、こっから行きましょうか。ということで、メモを取るっていうことが大事さから入るんだけど、そうだな。うん。そうそう、牛丼と紅生姜しか食べれなかった頃ね。うん、風邪ちょっと悪いっすね。うん。じゃあ、まあ今回は配信について語ってくんだけど、どうしようかな。ノートに書いてこうかな。ノートっていうか、まあ見てる人にも YouTube にもわかりやすいようにやろうか。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。うなちゃんまんこはちょっと特殊なタイプなんだけどね。今テキスト書くから、ちょっと待って。配信のノウハウ。文字読める？みんな。文字読めますか？初心者が配信のノウハウ見に来た。優しく教えるっていうか、まあ配信の、いや、これはね、介抱だけに限らず、結構普遍的に大事なことだなとか思って。携帯の人も読める？大丈夫？ OK。じゃあ行こうか。まず、その1。そうだな。まず、まず、こっから行こうか。もう本当当たり前のことから行くよ。本当当たり前のことだけど大事なことから、もう本当に初心者に向けて話すけど、行きます。最初はみんな過疎配信者。これを書いておいてください。最初はみんな過疎配信者。文字ダブってる？うん。閲覧、あー、そっかそっか。ありがとう。これくらいでどう？ありがとうね、教えてくれて。最初はみな過疎、うん、これねすごく大事なの、うん、最初はみな過疎なんですよ。書き終わった？書いた？介抱、はい、書いた？過疎の漢字は分かんないが後で調べます、うん、ひらがなでいいからメモ取るときはとにかくひらがなでも何でもいいから走り書いておいて、はい、で清書するの必ず。だからメモ書きと保存用のノートは自分がこれは絶対忘れちゃダメだなっていうのを、そのランダムノートの方からピックアップしてやるの。で、読み物に変わるから、それって。はい、そう覚えといて。はい、家で清書するのね。はい、うん。スクショいいよ。スクショしていいよ。うん。で、これは何かっていうと、最初から大手のやつなんかいないっていうことをもう叩き込んでおくの。うん。これは絶対そうなの。みんなね、他人の畑は羨ましいのよ。他人の芝は青く見えるってよく言うけど、みんな大手になりたいんだよ。よくいるでしょ、過疎配信者が。俺、数字とか気にしてないからって。そんな奴が配信やってるわけないんだよ。そうだよね。キッドタンいらっしゃい。みんな有名になりたいから放送やってんの。だからそんな見栄張る、そんな見栄をリスナーさんに伝えてる時点でもう間違ってんの。俺、過疎配信者だけど、俺は別に数字気にしてないからとか。だったら配信なんかやるなって話なの。俺からすると。趣味でしてる人もいるかもしれないけど、それをリスナーに言ってる時点でもう間違ってるの。そう。最初から大手のやつなんかどこにもいない。そう。これをまず忘れないでください。まずみんな過疎から始まる。みんな同じ条件で始まる。そう。だから俺有名になりたいんだよねって素直に言うことね。じゃあ2個目。2個目大事なことなんでいきます。はい。2個目はこれです。ありのままを正直に話す。ありのままを正直に話す。これ、実は難しくてすごいできないことなんだけど、リスナーさんが見たいものは何なのかっていうと、リアルなその人が何考えてるかなんだよ。リアルに今何を感じてどう思ってるのか。みんな大きく見せようとすんの。人間って。でもそんなの見たくないんだよ。そうじゃなくて、今自分はどういうふうに考えていて、どう思っていて、泣きたいときは泣けばいいし、嘘はつかないとはちょっと違う。ありのまま正直に話す。うん、ありのままを正直に話すの。うん、で、笑われてもいいの。怒られてもいいの。とにかく、今自分がこういうふうに考えてるんだよね。こういうふうに思ってるんだよねっていうのを素直に見たいの。うん、だから、自分がもし病気なら病気のことも隠さない方がいいと思う。生活保護なら生活保護なの、隠さなくていいと思うの。そういう偽ろうとかじゃないのよ。うん、考えてることをそのままシェアするっていう感覚ね。シェア。シェアね。OK ですか。そう。共有。介抱 OK？ はい。はい。じゃあ次行きましょうか。次。ここまでみんな OK。質問があったら、その時に質問してください。その時その時について質問していってみんな。うん、お疲れ。どの辺からもう伝えなきゃいけないことがいっぱいあるんだけど、リスナーに求めない。リスナーに求めない。で、これはどういう意味なのかっていうと、リスナーさんは、リアクションをしてるだけなんですよ。リアクションをしてるっていう風に覚えといて。リスナーに求めない。うん、何をしてるのかっていうと、リアクションなので、反応をしてるのわけ。配信者は何々してくださいっていう人ほど過疎なの。コメント書いてください。アイテムください。リスナーに求めないってね、これね、イコール次のテーマにもリンクしてるんで書いちゃいますね、答えを。与える。リスナーさんには与えること。要は表現をすることなの。配信者にできることは。表現ね。表現者でしょ、配信者って。アクションがあって初めてリアクションがあるの。そう、リアクションなの。だから、このリスナーさんに求めないっていうのは、与え続けろと表裏一体なのね。で、リアクションがないのはアクションをしてないからなんですよ。でしょ？いつまで経っても数字が伸びない人は、欲しい欲しいっていうばっかりで、アクションを起こしてないの。わかる？だから、もし自分が求めたリアクションが返ってこないっていうのは、自分の反省材料。アクションをしてないからっていうふうに考えてください。なんで笑ってくれないの？面白くないからです。なんでアイテムくれないの？価値がないからです。価値がある人にはアイテムを与えてくれます。リスナーさんは必ず。リスナーさんに何かを求めない。同意を求めない。あくまで自分が表現したことについて思ったまんま書いてくれるから。叩かれる人っていうのは叩かれるようなことをやってるんです。で、叩かれるのが嫌だったら、その行動、要はアクションを変えよう。OK、解放。はい。OK。リスナーはね、正確に言うと俺はね、リスナーではないと思ってる。リスナーって、物を、聞く人って意味でしょ。リスナーって。それテレビの時代なんだよ。正確に言うとリスンだけじゃないんだよね。バズもするし、コメントも返すわけじゃん。反応する人なんだよね。俺はオーディエンスっていう言い方が正しいと思ってんの。オーディエンス。だからね、ネット用語でリスナーっていう言い方はちょっとおかしいなと思ってる。俺はオーディエンスっていう表現が一番正しいと思ってる。これもう基礎中の基礎だから。OK。これはもう初心の心構えだと思ってて。まだノウハウに入ってないけど、心構えだと思ってください。変えようか。これはね、まだ実践的なノウハウじゃなくて、心構え。で、これはね、多分ね、大手配信者ほどこういうの大事にしてるから。そうでしょ？みんなが大手配信者イメージしたとき、最初はみんな過疎だよとか、正直に話した方がいいよとか、くれくれはダメだよとか、アクションとか表現とかみんな大事にしてるでしょ？これって基礎とか心構えのレベルなの。これができてないやつっていうのは向いてないんだよ。だからノウハウじゃないよね。まだ。そうだな。心構えであと大事なのは、最後いこうか。はい。配信、カメラが回ったらステージ、舞台の上に立ってると思いなさいって。これは先輩配信者から教わったことなのね。配信、カメラが回った瞬間に、自分でスイッチを押した瞬間に、舞台が始まってるの。で、見てくれてる人はお客様なの。そうだよね。そう。だから、舞台の上で、ろくでもないやつっていうのは叩かれるんだよ。みんなもそうでしょ。みんなも、クソみてえな表現やってるやついたら、見に行かないし、叩くでしょ。うん。だからそこはプロ意識持った方がいいと思うよ。うん。だから配信が始まったらライブでもいいし、ステージでもいいし、舞台でもいいし、自分のしっくりくる言葉でいい。うん。そう、演じ切るっていうのはそういうこと。自分自身を演じ切ることも大事だよね。うん。OK。はい。ここまでの心構えで質問ある人いたら、全然。別に海保も質問していいからね。はい。全然タバコも吸っていいし。あ、はい。ちょっとタバコいただきます。後ろに灰皿あるから。あ、はい。これ。ありがとうございます。はい。ここまでみんな OK？ ここまで OK。これは毎日唱えてもいいぐらいだよ。毎日、もう染みついてるぐらい。もう言うのも恥ずかしいぐらいのことだから。こんなの。これを言ったら負けぐらいに、毎日もう心に刻み込んだ方がいいよ。うん。配信者ならね。うん。趣味でやってる人とか、この枠見なくて結構です。好きにやってください。趣味なんで。はい。草野球に対して指導するつもりはありません、僕は。この話は俺が話し終わったらかな。うん。俺がみんなに伝え切ったと思ったら。うん。なんで？普通の枠みたい。今日はね、もう T シャツないから、ワイシャツになった。ごめん。普段の衣装じゃない。V ネックの方がね。はい、うん。OK？ 次行くよ。OK？ 海保も分かった？はい、分かりました。じゃあ海保書いてみて。はい、あ、言ってみて、俺が言ったこと。はい。まず、配信のノウハウ。配信をやる上で大事なこと。忘れてもいいようにメモをする。メモを取ってネタを作る。丸1、最初はみんな過疎。2、ありのままを正直に話す。考えをシェアする。3、リスナーに求めない。リスナーは聞くのみの人。オーディエンスはリアクションを取る人。4、与える。表現。5、配信はステージ。うん。それで、ノウハウじゃなくて心構えに変えといて。ノウハウは今から話すから、これは心構え。はい。うん、心構え。心構えね。OK？ はい。うん。OK ですか？はい、大丈夫です。はい。じゃあ、ノウハウに行きましょう。じゃあ、海保に質問していい？はい。うん。海保に質問をしようか。はい。うん。海保さ、はい、リスナー欲しい？欲しいです。うん。いっぱい欲しいです。いっぱい欲しいよね。はい。で、大手になる人って閲覧がいっぱいあるじゃん。はい。なんでだと思う？面白いから。違うんだな。その面白さって何だと思う？その人の良さが出てる。具体的じゃないね。ためになる。違う。やっぱ面白いからみたいな、なんか。いや、面白いからで合ってるんだよ。つい見ちゃう。あ、いいね。つい見ちゃう。つい見ちゃう。そう。それでいい。あのね、新規リスナーを呼び込もうっていうやつは、売名に走るの。わかる？過激なタイトルとか、ね。過激なタイトル。それから人に荒らすとか。いっぱいいるでしょ？そういう配信者。誰から構わず突をするとか。でしょ？これ全部間違い。嫌われるだけ。新規リスナーは必ず来る。配信のノウハウその1。新規リスナーは必ず来るって書いておいて。はい。うん。新規リスナーは必ず来るの。いや、面白いからだけど、それも説明するよ。面白いからで合ってるんだけど。で、さっきついつい見ちゃうっていう風に書いたでしょ？ついつい見ちゃうって。うん。はい。でしょ？それって何なのかっていうと、滞在時間を増やすのよ。今度、海宝ね、はい、自分と同じぐらいの実力の過疎配信者1人しか2人しか見てないところを30分見切ってほしいの。はい、そうすると、新規は来てるの必ず。10人ぐらい。でもその新規が逃げてるだけなの。はい、だけどね、30分で1枠じゃん、海宝。はい、その時に10人30分間とどめさせたら次枠10からスタートすると思わない？なるほど。でしょ？なるほど。だから、無理に売名する必要なんかなくて、新規は必ず来るんだよ。はい。で、その新規の人をいかに留めるかっていう勝負だと思って。海宝の仕事は。はい。あのさ、パフォーマン見たでしょ？パフォーマン？昨日か、一昨日。パントマイム見たでしょ？あの時0人だったでしょ？はい。その時、もう最後満員になってたじゃん。すごかった。あれはなんでかって言ったら、とどめたからなんだよ。ああ、だって警察の人ってもうみんな。あのね、じゃあ、海宝。はい。お前の話、お前は、勉強しないといけない立場だ。お前の意見聞いてないから。はい、すいません。うん。来てただろ？はい。あれなんでかわかる？ついつい見ちゃうから。でしょ？どんどん見たくなるから。でしょ？とどまるでしょ？はい、で、とどまると人が人を呼ぶんだよ。何々、なんか起きてんのって。だから、とどまる人が増えれば増えるほど、レバレッジって言って相乗効果が生まれるの。テコの原理で。レバレッジ、テコの原理って意味なんだけど、はい、要は最初10人しかいなかったら何やってんだろうぐらいだけど、100人集まってたら、周りの人がもっと見に来るの。なんか面白いことやってるんじゃないかとか。そう。だから、初心者、過疎配信者に必要なのは、新規を呼ぶことじゃなくて、来てくれた人をいかに長く滞在させるかどうかな。はい。言ってる意味わかる？わかります。うん。例えば、海宝の配信を10秒でブラウザバックさせる配信をしてたとしよう。10秒見て、つまんねえって言って他行く。はい。要は多分海宝そうなってるの。っていうことは、ね、1分に新規が1人来るとして10秒でブラウザバックしてると被らないから常に1とか2になるの。はい、そうだよね。はい、だけど、海宝が1分に1回新規が来る確率だとしよう、仮に。はい、ね、全員それは一緒。はい、ね、その時に2分滞在させる力があったら、はい、どんどん閲覧数が増えてくるの分かる？分かります。で、それをずっと続けていったら、100人、200人って何年後かなってるの分かる？わかんなかったらわかんないって言わないとダメだよ。まだ、そこまでは見えてない。見えてないってことは理屈を理解してないの？どこが理解できなかった？いや、私みたいなもんがそんな。いや、違う。俺の理論の話をしてるの。はい。うん。あ、でも理論的にはわかる。わかる、はい、っていうことは、海宝は1分間人を魅力的だなって思わせることは1分の勝負ですることができたら、海宝は大手になれるんだよ。理屈上そうでしょ？はい。だから、1分間面白いことができるようにならないとダメなの。それを30回やればいいの、極端な話、最初は。それをゆっくりやってって、30分人を留められる、1時間人を留められるって訓練していくの。訓練？うん。人が集まる訓練。で、極端な話、30分間やりきった時に面白いな、ためになるな、また見たいなと思ったらフォローしてくれるの。でしょ？はい。うん。そう。ためになるわ。でしょ？はい。だから、海宝は、新規が来た時何秒でリスナーさんがいなくなってるか自分で計算してる？いや、してないです。してないからそうなってんの。あ、合計何人だ？嬉しい。違う違う違う。新規の数がポツって増えるでしょ？ 1 増えるでしょ、カウントが。その人が何秒滞在してるか。わかる？自分の計算、要は何秒とどまらせる実力があるかっていうのを分かってるって聞いてるの。全然分かってなかった。じゃあこれからはそれを意識することだよ。はい、わかりました。うん。OK？ はい。うん。新規は必ず来るっていうのは、今話したこと。じゃあもう一回説明してごらん。タイトル新規は必ず来るって書いてあるでしょ。はい。その後どうしたらいいか口頭で説明したの言える？あ、はい。新規リスナーは必ず来る。かっこついつい見ちゃう。新規の人をいかにとどめるか。レバレッジ、過去テコの原理、登場効果。1分間で面白いことができる人が集まる訓練をする。どうでしょうか？俺が話したことをちゃんと言ってごらん。アウトプットしてごらん。アウトプットできないってことは頭に入ってないってことだから。そのノート閉じていいよ。ノート閉じてごらん。いや、それが配信の訓練になるの。海宝、あと、俺ここにいろっつったよね。はい、それは海宝の顔が映るように画角を計算してるのよ。それを変えてるってことはそういうところなんだって。うん、俺が言ったことを説明してごらん。はい。新規リスナーは必ず来る。なぜならついつい見ちゃうから。ついつい見ちゃうからっていうのは俺の意見じゃないよ。はい。海宝が勝手に自分の意見だよ。はい、自分の意見なんかどうだっていいんだよ。はい、自分の意見捨てないとダメだよ。自分の意見大事にしてるから人が来ないんだよ。はい、うん。登場効果でレバレッジいや、そんなのどうでもいい。一番大事なことを言ってごらん。一番大事なこと。うん。1分間で、とにかく合計を気にしないで、1分間で面白いこと。ね、わかった。もうメモしてるところ論点が全然違うから、俺が言った通りにメモして。はい。うん。10秒滞在させるのか、1分滞在させるのか。はい。って書いて。滞在させるのか、新規リスナーを10秒滞在させるのか、1分滞在させるのかって書いて。でしょ？どっちが有利？いや、60秒だからそれは1分です。でしょ？はい。なんで有利？それは、そのまま1分見ても、まだ見ちゃう。まだ見たくなる要素があるから。違う。カルシウム、住所送られてないから郵送できないから、プレゼントなしね。いくよ。はい、新規リスナーが、全くのズブのど素人でも10人来るとしよう。はい、そしたら30分に10人来るわけだから、新規リスナー何分に1回の計算で来る？割ると。うん、30分海宝が初めて枠やった時に合計カウント数が10になりました。はい、わかる？合計が10。そうすると1分に何分に1人新規が来る？ピーピーうるさい。何？いや、私のやつじゃない。何ピー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 ？私のやつじゃない。あ、俺だ。うん、30分枠で10人新規来るってことは1分間に何人来る計算？あ、1分間にじゃなくて、1人来るのに何分の計算を割ると。これ確率論の話ね。3分。そうだよね。はい、今、3分で1人来る計算なの。はい、ってことは、10秒しか楽しませなくてブラウザバックすると、はい、確率論的に言うと、アクティブ1になるの分かる？同時閲覧数が。アクティブ1。1か2なんだよ。あ、結局見ててつまんない放送っていうことだ。違う、確率の話をしてんの。はい。分かんない？確率、私、数学が一番苦手。じゃあ、海宝が30分間全員を楽しませるノウハウを持ってたとしよう。うん、そうすると、30分後、枠を切るときに合計閲覧数とリアルタイムの閲覧数何人になる？合計は、なんか30人から50人とかなんだけど。なんでなんで30人も50人も来んの？わかんない。でも定着してくれるのは違う。最初に生まれて初めて30分枠をやると、はい、リスナーの数はゼロ、フォロワーがゼロなの。ああ、はいはい、はい。そしたら同時閲覧数と合計閲覧数何人になる？ゼロ人。なんで？30分楽しませることができるんだよ。バカだな、お前。なんか30分の枠を。違う。30分お前は楽しませることができるの、新規リスナーを。はい。ね？ 30 分見続けさせる実力があったと仮にしよう。はい、仮にね。じゃあ、はい、何人になる？合計閲覧数と同時に、合計閲覧数とリアルタイム閲覧数はどうなる？そしたら、合計も閲覧も、同じ数になるはず。何人よ。今私のそう。誰の話してんだよ。あ、リアルの、今の私の人数が。違う。うん、人の話聞いて。解放はアクティブ1か2なんでしょ？そうですね。それは何でかわかる？面白くない。違う。もういいや。勉強して。俺が言ってること分かんなかったら勉強して。はい。うん。あ、やばいな、こいつ。うん。やべえな、やべえな、こいつ。なえたわ。いや、でもね、リスナーに話すってこういうことなんだよ。今ね、バカに何言っても分かんないってこういうことなんだよ。分かったでしょ？大学教授が、ね、幼稚園生に言っても分かんないってなるわけじゃん。いや、イライラすんのよ、バカに話すの。いや、無駄だわ。やめよ、この枠。無駄。だって、俺が言ってること意味わかってないんだもん。いや、やめよ、無駄。いや、無駄。ダメだ。いや、普通の枠やる。やっぱね、人を育てるってやっぱね、ダメだわ。やっぱね、うまいやつは勝手に伸びるし、みんな覚えといて、今日の放送、大手になるやつはなる。ダメなやつはダメ。はい、以上です。はい、最後にみんなメモしといて。ダメなやつはダメ。才能のあるやつは伸びる。終わり。いや、そういうことでしょ。いや、そういうことなんだよ。いや、そういうことでしょ。もう。だって、こんだけ話して、何も理解できなかったんだもん。もう、オープニングでだよ。ダメだ、やっぱり。正解だわ。金取ってやろう。金取ったらストレスにならないから。だって金もらったらさ、別に話すのが仕事になるからダメだ。無料でやるもんじゃない、これ。伸びないやつは伸びない。うん。ダメなやつはダメ。大手になるやつはなる。はい。以上です。以上です。で、金取ってやる。これは。ダメだ。意味がない。フォローありがとね。頑張れ、解放。はい。以上。ありがとうございます。いや、そうだよ。いや、こういうことなんだよ。でもね、これ、今話してること、すごく重要なことで、バカには何言ってもダメなの。これ、すごく大事なことなんだよ。サロンっていうか、まあ、勉強会開くよ。どっかで。ダメなやつはダメだ。本当に。なんか、金取ってやります。なんか、2時間2000円とかで。報酬だったらいいけど、バカすぎるわ。いいよ、解放。お疲れ。雑談枠やるわ。はい。じゃあ、ありがとうございました。あ、いいよ。いや、バカはバカだから。1万も取らない。2000円ぐらい。だいたい、スペース借りるところの料金割って、あとまあ1万ぐらい俺が抜ければいいや。いや、金払わないダメよ。こういうのは無料で教えても意味がない。結果出せない。金払う価値を見出すやつにやるよ。2000円で。理解力ない人に教えるのは負荷かかるから。解放、勉強会とか、はい、やるから月1ぐらいで。それ、毎回参加しな。はい、理解できるようになるまで。はい、ダメだ。花火ありがとう、かんちゃん。花火ありがとう。全然。誰でも参加できるようにするから。分かってたことだけど、改めてダメだわ。結論、ダメなやつに何言ってもダメだよ。海保でも心構えは分かるでしょ。はい。あれだけ気をつけてやってればいいよ。まずは。わかりました。ありがとうございます。いや、そうなんだよ。優しさでもあるんだよ、これは。なんだろう。要はね、本来はみんな受け身すぎるの。俺からすると。教えてくれるんなら聞きに行きますっていう姿勢なんだよ。でもね、こうやとか、愛子とか見てごらん。自分から行動して取りに行ってるんだよ。でしょ？できるやつって根本的に何やってもそうなの。自分から先輩を教えてくださいって。自分から言うんだよ。そういうやつ伸びてんだよ。でしょ？うん。配信者だよ。リスナーっていうかストーカーだね。うん。ストーカーになってしまいました。合宿全然求められたらやるよ、うん、みんな行動的、自分から取りに行って、でノウハウを自分で作っていくんだよ、うん、だから行動するやつは正解を叩き出すんだよ。行動は全て真実だから、失敗も成功も行動が全て、あ、のんのんね、あれだよ。いいこと教えてあげる。すべては言い訳だと思った方がいいよ。うん。すべては言い訳。メモる？うん。すべては言い訳って覚えといた方がいいよ。何々だから。俺の、自己啓発本、どっかにない。恐怖を築く13の条件じゃなくて、稼ぐ力。違う、稼ぐ力じゃない。思考は現実化するとって。それ。思考は現実化する。それとって今から言うことを、今からこの本に書いてあるけど、のんのんよくね、これは生き方、これは配信のノウハウじゃないけど、生き方で重要なことだから、これ思考は現実化するっていう本、6000万部ぐらいもう売れてる本なんだけど、うん、ダメなやつの条件っていうのがリスト化されてんの。何も行動しないやつの特徴いくよ。これはね、54の有名な言い訳って書いてあるんだけど、これを口にする人と付き合わない方がいいよ。もしくは自分がこれを口にしてたらダメ。いきます。もし、女房子供がいなかったら。もし、コネがあったら。もし、金さえあったら。もし、いい学校を出てたら。もし、仕事にありつけたら。もし、体が丈夫だったら。もし、時間さえあったら。もしタイミングが良かったら。もし私のことをよく知ってくれてたら。もし事態がいくらか違ってたら。もし人生をもう一度やり直せたら。もし世間の噂を気にしなければ。もし運に恵まれたら。もし今何かの偶然が起これば。もし他の人から目の敵にされなければ。もし引き止められさえしなかったら。もしもう少し若かったら。もし望み通りにやってさえいたら。もし金持ちの家に生まれたら。もしマシな人間と知り合ってたら。もし私に人並みの能力があったら。もし自己主張ができたら。もしあの時うまく機会を利用してたら。もし人々が私の気に障ることをしなければ。もし家庭や子供の面倒を見る必要がなかったら。もし貯金があったら。もし上司が私を正しく評価してくれたら。もし誰かが私を助けてくれたら、もし家族が私を理解してくれたら、もし大都会に住んでたら、これ今言ったことね。のんのんが今言ったこと、もし大都会に私が住んでたら、これでしょ。もしあの時始めていれば、もし私が自由の身なら、もし私にあの人たちのような個性があったら、もし私が肥満体じゃなかったら、もし私の才能が知られていたら、もし休息することができたら、もし借金さえしなければ、もし失敗さえしなければ、もしやり方さえ知っていれば、もし誰も反対しなければ、もしそんなに多くの心配事さえなければ、もしもっといい人と結婚していれば、もし人々がこれほどバカでなかったら、もし家族がもう少し節約してくれたら、もし私に自信があったら、もし月に見放されていなかったら、もし悪い星のもとに生まれてなかったら、もし、なせばなるというのが噂でなければ、もし苦労しなくて済んだら、もしあの時損をしていなかったら、もし近所の人がいい人だったら、もし私に過去がなかったら、もしこれが私だけの会社だったら、もし私が人の話を聞いてさえくれていたら、もしという言葉の中で最も重要なのは、もし自分自身の姿に直面する勇気があったら、自分の欠点を知ることができるし、改善することもできる。また、自分の失敗や他人の経験から利益を生み出す機会を持つことができるのだ。なぜなら、自分の欠点がどこにあるかを知っているからである。もし自分を分析するために多くの時間を費やすなら、言い訳のための時間はもっと少なくて済むことだろう。どう思う？全部言い訳だと思った方がいいよ。もしとか、私には、お金がないとか、家がどうとか、場所がとか、全部自分で決めてそこに住んでるわけよ。だって日本に住んでるんだから会えるんだよ。会う気がないだけなんだよ。でしょ？本気で和道と会って本気で大手になるって。だって俺、月50万稼ぐノウハウを言ってるわけじゃん。でしょ？配信で。で、それを知りたいって言ってるのに、いや、日本に住んでて、いや、田舎だから無理なんだよねってなってるわけじゃん。本気のやつは、だって荒野だって静岡に住んでるんだよ。俺にリアトしに来たんだよ。言い訳した？あいつ。1円の得にもなんないのに、和道って、売名しに来たんだよ。あいつ言い訳してないよ。地方に住んでるから。静岡に住んでるから俺無理だって。そう。でしょ？言い訳をするやつは何やってもダメ。うん。もしとか、だってとか、たらとか、レバーとか。うん。何もできないやつの特徴なの。だから、そういう口癖を直すことも大事よ。うん。子供がいるから、家族がいるから。自分ができない理由を作ってるだけなの。でしょ？うん。どうぞ。自分ができない、自分が失敗する原因を作ってるんだよ。でしょ？そう。自分がうまくいかないのはなんでなのかって。うん。本のタイトル。これは、思考は現実化する。多分5000万部ぐらい売れてる、もうビジネスやってる人だったら絶対読んでるっていう本だね。思考は現実化する。うん。そう。もしそこに原因があるんだったら変えればいいだけなんだよ。そう、気づき。で、いいこと言ったから、WK さんがいいこと言ったから拾うけど、ダメな人間は傷つくの。人に指摘をされると。なんで私のこと理解してくれないの？なんで怒るの？って傷つくの。自分を守ろうとするために傷つくのよ。でしょ？だけど、成長する人間は同じこと言われても気づくの。あ、そうだったんだって。そうだったんだって。気づくんだよ。うん。うん。配信で月収50万って言ったけど、80万ね、実際は。ふわっちの収入が50万。引き寄せの法則っていうのは、もともとキリスト教の聖書から来てるの。うん、キリスト教の聖書から来て、で、実はこの引き寄せの法則の元になってる本が思考は現実化するの。それをロンダーバーンが読んで自分なりに改良したのがザ・シークレットなの。ザ・シークレットの中で引き寄せの法則って言ってるんだけど、引き寄せの法則を一番最初にテキスト化したのが思考は現実化するね。そう。だから、ザ・シークレットより売れてる本ですよ。余裕で。それを分かりやすく体系化したのが、ザ・シークレット。もっとシンプルに極端な話、もう信じれば叶うよって言った。だから信じれば叶うの理屈が書いてあるの、これには。そう、潜在意識の使い方。そう。ハートプレゼントありがとう。表紙はね、ない。思考は現実化する。買いに行きな。すごい人生でびっくりするようなこといっぱい書いてあるよ。なんでかっていうと、これバカに自己啓発でしょってバカにしてる人がいるんだけど、自己啓発バカにしてる人いるけど、まあ、英語のタイトルはこれね。Think and Grow Rich かな。Think and Grow Rich。日本語だと思考は現実化する。Think and Grow Rich だね。うん。うん。自己啓発の大事さ、バカにしてる人いる？正直自己啓発、宗教みたいってバカにしてる人。正直にいいよ。バカにしてる人手を挙げてみて。自己啓発の大事さを教えてあげる。自己啓発バカにしてる人、ちょっと宗教臭いなとか、なんかうさんくせえなって思ってる人、俺もそう思ってたからいいよ。思ってるでしょ、丸さん。カズも思ってる。これの大事さを教えてあげる。なんで自己啓発が大事なのか。他にいない？ヘイプーもバカにしてる？うん。わかる？うん。じゃあ行くよ。うん。宗教嫌いです。宗教じゃないの、自己啓発は。行くよ。行くよ。行きます。プロ野球選手に聞いてください。プロ野球選手知り合いにいなかったらイメージをしてもらいたい。プロ野球選手に質問をしてみよう。毎日トレーニングしてる？みんなプロ野球選手になったら俺が質問するから。みんなプロ野球選手になりきってください。で、俺の質問に答えてください、みんな。茶化しとかいらないから。いくよ。みんな、プロ野球選手に自分がなったと思い込んでね。俺が質問するから。いくよ。質問するよ。OK？ いくよ。毎日トレーニングしてますか？答えてください。毎日トレーニングしてますか？答えてください。なんか飲み物ない？あ、いいや、これ。トレーニングしてる。はい。してない。ミウルプロ野球選手なのに毎日トレーニングしないの？ミウル、自分がバカだな、ミウル。してないの？してないって答えた人は頭悪すぎない？プロ野球選手なの、みんながプロ野球選手なんだよ。してるよね、普通に考えて。毎日トレーニングしてるよね。どう考えても。うん。してるよね。うん。してるよね。してなかったらプロになれるわけないよね。してない。バカすぎるわ、じゃあ。いや、もういいや。この話やめよう。もうバカに話すほど無駄な時間ない。もうやめよう、やめよう。もういいわ。もうほんと疲れるんだ。バカにはバカ向けの話しないとダメだ。無理だ、無理だ。プロ野球選手があなただったらって聞いて、毎日トレーニングしてますかって質問して、してないって答えんだもん。バカでしょ。話にならないわ。もうやめよう。ストレスかかる。バカにはバカの話よ。やめよう。うん。終わろう。いいよ。もう自己啓発とかいう理論の前に脳みそがないんだもん。うん。そしたら私、声優ショップに行って、うん、設定を、昨日の配信で、うん、親切なリスナーさんたち、だからワドさんから来てくれたリスナーさんと、結論を言って。はい。配信環境を整えるために、声優ショップへ行きます。行ってきます。はい。今日は本当に申し訳ありませんでした。うん。はい。二度としません。うん。はい。クイーンレディーで呼ばれた時だけ来ます。呼ばれた時っていうか、要件がないのに来るのは失礼だと思うよ。はい。マジな話をするんだったら、はい、いつも言ってるけど、これ、リスナーさんにも言ってるんだけど、はい、俺、1時間3000円余裕で稼ぐの。はい。うん。1時間3000円稼ぐのよ。はい。で、3000円以上の価値がない人と会う気はないよ、俺。はい。うん。放送回してたら1時間3000円稼げんの。はい。そう。で、プライベートで海宝と会う理由がない。はい。でしょ？はい。ある？ないですね。ないでしょ？はい。で、時間が潰れるんだよ。はい。タイムイズマネー。タイムイズマネーなんだよ、マジで。はい、で、本気で俺100万狙ってんの。はい。わかる？はい。なんで俺の邪魔をするの？邪魔するつもりじゃなく、さっきのもしになっちゃうからいけないから。いいよ。いいよ。ちょっと大事な話だからしよう。座って。はい、俺こんなことやってる暇ないんだよ。はい。解放。はい。ごめんなさい。いや。失礼しました。解放。はい。声聞こえる？テースです。もうちょいそっち行って。はい。うん。今行きます。うん。はい。俺、はい、笑い話かもしれないけど、俺、はい、配信で億万長者にならないといけないの。あ、はい、そう思ってます。じゃあ、何しに来たの今日。なんか声変になったよね。テース。なんだろう、声がおかしい。テース。声聞こえる？みんな。声聞こえる？あれなんかおかしくなったな。なんか声を変になったよね。あれなんだろう。いや、踏んだでしょ、今。うん。大丈夫？あのさ、これマジの話なんだけど、はい、俺、バカにしてんの。いや、バカにしてるっしょ。何しに来たの今日、マジで。とにかく、体が心配なのと、どうしても。俺、本気で奥狙ってるの。はい、俺、配信で億万長者になりたいの、マジで。はい、で、時間がすごい大事なの。はい、で、寝る時間も、もう、全力で寝てるの、俺。はい、全力で起きたい時に起きるって。はい、俺の夢潰すのやめて、本当に。はい、わかる？はい、俺の睡眠妨げるってさ、はい、絶対やっちゃいけないことなの。はい、俺がもし億稼いでたらマイケル・ジャクソンだったら殺されてるよ、はい、SP に、はい、逮捕されてるよ、はい、わかる？ごめんなさい、なんかまた自分のあれになっちゃうんだけど、私好きな人亡くしてるから連絡が取れないと、うん、なんかあったんじゃないかっていう。いや、好きな人亡くしてるからじゃなくて、俺の夢をバカにしてるのっつってんの。そんなことない、全然そんなことない。すごい応援してる。応援じゃなくて邪魔をしてるんだよ、はい、今、うん。みんな必死になって応援してくれてんだよ、うちのリスナーさんは。はい。わかる？はい。俺を億万長者にしようってみんな本気で考えてるの。はい。で、睡眠が唯一何も考えなくていい時間なの、俺は。はい。寝るときに。はい。うん。わかる？はい。で、俺はもっと稼がないといけないの。もっと配信をやらないといけないの。はい。うん。いや、言わないとわかんねえから。言わないとわかんねえから。じゃないと、だって、言ってて来てるんだから。言ってて来てるんだから。うん。勝手に来てピンポン100回ぐらい鳴らしてきたんだよ。だって昼間も来たよね。昼間もピンポン100回。昼間は私、病院行ってたから知らない。ああ、昼間はあれだ。私、昼間11時半から12時半ぐらいまで病院にいたから知らない。昼間はあれだ、取り立てだわ。うん、昼間は取り立て。うん、いい。昼間は取り立てだったわ。ごめん。お前関係ないわ。夕方でも100回ぐらいピンポンしたよね。100回？うん。100回もしてる。100回も鳴らしてる。うん。海保は俺の夢応援する気あるの？応援してます。じゃあなんでこういうことすんの？だからもう、好きが止まらなかったからです。いや、関係ないよね、それ。俺には。うん。はい、好きだったら、アイテム投げるよね。はい。だから今、スマホ出して投げたいぐらい、花火投げたい。そうだよね。今、でも、メモもうしたいけど、どうしよう。いや、メモしながら花火投げるべきでしょ、今。あら。うん。とんなきゃ。うん。ふわっち。ふわっち。立ち上がらない、早くして。ゆっくりでいいよ。はい。わかる解放。はい。あ、わかる解放って何をが。じゃあ俺が言ってる意味わかる？はい。わかります。で、なんか濡れタオル出てきたけど、これ大丈夫？解放集中して、今。はい。やるべきことに。はい。うん。いやいや、まあ、俺だって怒ってるもん。印刷時間作りでラリってる間に巻き上げよう。花火ありがとう。これが応援でしょ？はい。これが応援でしょ？はい。うん。何やってんの？はい。これが応援でしょ？はい。うん。これが応援だよね。はい。うん。だよね。いや、こういう、だってこれ以外に応援ある？いや、マジな話。うん。これ以外に応援あんの？ないでしょ。うん。解放、ハートありがとう。隣で言われるの嬉しい。いや、隣でじゃねえよ。だから隣に来るのが迷惑だっつってんの。はい、すいません。いや、銭ゲバじゃなくて、これマジで大事なこと言ってんだけど。俺に、なんか軽々しく会えると思ってほしくないの。マジで。うん。俺に軽々しく会えると思ってほしくないの。今日はステッカー7枚買いました。あ、7枚買ったか。はい。え、お金、あ、それ。ありがとう。ちゃんと、いくら？何枚？7枚。7枚買うの？7000円？はいはいはい。確認して。5、6、7。はいはい。いや、会いに行けるっていうかさ、別に会いに、リア凸は OK だよ。ただ起きてる時でしょ。放送回ってる時だっつってんじゃん。放送回ってない時に来られても困るよ。何がいいの？あ、赤の方。赤を7枚？ 7 枚。うん。だってほら、こっちに入ってるの。あ、これ私が痩せてた頃。めっちゃブスじゃん。すげえブス。右だよ、右だよ。うん、いや、わかるけど。左もブスだけど。ブス言われた。いや、ブスでしょ。すげえブス言われた。2、3、4、5、7枚。はい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。握手は、はい。わかりました。オフの時は絶対ダメでしょ。はい。解放。お金ちょうだい。はい。ありがとう。はい。え、どうなの？俺、オフ、だってさ、みんなさ、仕事をしてる時だったらさ、商談とかだったら全然人に会うじゃん。ねえ。だけどさ、プライベートに家に来られたらさ、怒らない？普通に。ましてや寝てる時に。でしょ？はい。ダメだよ。はい。うん。なんで来ちゃったの？心配でしょうがなかったから。心配でしょうがなかったら何やってもいいってわけじゃないでしょ。はい。まあ、1週間連絡取れないとかだったらまだわかるけど、3日とかさ。はい。ステッカー2種類。今何枚持ってんの？あ、全部で。全部で何枚買ったの？12枚買った。12枚 ?12 枚だと思うよ。12枚。もっとかな。全部貸して。貼ってあるのもあるから。何枚貼ってんの？1、2、あと、キャリーに3。3。でかして。で、7枚でしょ。3でしょ？ 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19枚だね。19枚。で、20、21、22だから22枚だ。22枚買ったの今。そう。これ、キャリーに貼ると超かっこいいよ。キャリーバッグ。コロコロ。コロコロに貼ると、すごいね、旅行感っていうか、緑のキャリー使ってんだけど、これ引き締まるの、これ。これわかるこれ、スタッフの。あ、カメラこっちか。これもいいし、これスタッフのやつもいいし、これもかっこいいじゃん。だからこれを、こういう感じで貼ろうかなと思って、それか、もう、緑のキャリーには、黒をバババババって、何枚か、こうやって重ねて貼ろうかなと思って。いいじゃん、いいじゃん。おしゃれでしょ？バンバン貼りな、バンバン貼りな。バシバシ貼って、バンバン貼りな。何そのステッカーかっけーって言われたら、和道って人が1000円で売ってるよ。そうだよ。これ買った方がいいよって絶対言う。そうだよ。うん。だから、歩く宣伝者になる。そう。それが応援じゃん。今、俺の家で俺を心配するよりも、もっと俺を広める活動をしないといけないわけよ、解放は。俺のこと本当に応援してるんなら。うん、そう。友達とかに和道の放送見てとか言わないダメでしょ。うん。うん、あ、言ってるよ、私。だも今この瞬間も言ってないダメだから。和道の放送見て。いや、俺のリスナー、俺の放送見てるわ。間違った。うん。見てるからここにいるんだ。シェアするだ。うん、そうだよ、そうそう、シェアするんだよ。そう。うん。うん。そう。うん。うん。だからもう、あれだよ。絶対リアドしちゃダメだよ。絶対ないです。うん、クリーンレディーとして。放送中、外で配信してたらいいよ。うん、今、新宿いるんだなと思ったら、新宿にいいよ。はい、家にはダメでしょ、プライベートな時。はい、うん。アポがあるんだったらいいよ。こういう企画で、こういうことやるから、会うって約束してるんだったらいいよ。はい、ただ、マイケル・ジャクソンだと思ってほしい、俺のことを。はい。ジョン・レノンとか。はい。わかる？はい。困るから、簡単に会えると思ったら。はい。うん。よろしく頼むよ。はい。うん。いや、マジで言ってるから。うん。スターにはなかなか会えないからスターでしょ。解放。はい。そうです。でしょ？うん。簡単に会えると思ってほしくないの。うん。花火ありがとう。ああ。ぷっぷくぷー、うん。ありがとう。ありがとうにゃん。ってことをやっているのもいけないので、はい、もう帰ります。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に許してくれてありがとうございます。許してないよ。許してない、許してないか。クリーンレディで今度来ます。そう、用事がある時だけ来て。はい。スタッフは募集してるから、スタッフしか家にあげらんないから。はい。よろしく頼むよ。はい、わかりました。はい。お疲れ。ありがとうございました。はいはい、お疲れ。はい、お疲れ様です。うん。ステッカーも買えば会えると思わないでね。うん、ステッカーは売る人選んでるから、俺。わかった、解放。え、ステッカーも？そうだよ、誰でも買えるわけじゃないから。嘘。うん。え、じゃあ私買えて嬉しい。よかった。でしょ？うん。頼むよ。選ばれた人だ。うん。はい、頑張ってね。はい、ありがとうございます。はいよ。auショップ行ってきます。行ってら。皆さんありがとうございました。はいはい。はい。失礼します。いや、マジで勘違いはしてほしくないの。段ボール、あれ。あ、お前来いよ、俺の家今から。段ボール。あれ。沖縄のムームーあるから。まだ今から来ればよかったのに、段ボール。お疲れ。来週じゃあ家おいで。うん。テースです。うん、配信外でもいいから連絡ちょうだい、家来るとき。うん。あ、今いいよ、別に。近所なんだから。うん。配信回ってなくてもいいから、今から行けるよって LINE ちょうだい。飯でも食いに行こうよ。うん。ああ、疲れた、今日は。うん。疲れた。いや、できんだよ、どう考えても。言ってんじゃん。できんだよ。言ってるよ、俺。できんだって。用のない時来るなんて。うん、ありがとう。クソカスカス、バーガーありがとう。うん。カンさん、花火ありがとう。お疲れ様です。服装ね、いつも T シャツなんだけど、今日 T シャツ洗濯スタッフも募集しないと。誰か、洗濯やってくれる人、1週間に1回、俺が寝てる時に家に入って、全部洗濯コインランドリーに入れてお金払って、で、ロッカーに干してくれる人募集してるんで、スタッフさんで。もし、やってくれる人、1週間に1回必ず来て、洗濯やってそれだけで帰るっていう人いたら、連絡ください。あと、今、募集してるのが、料理を作ってくれる人と料理をご馳走してくれる人、俺が用があるときに、車を出してくれる人。あと、タリーズのコーヒーを1ヶ月分毎月送ってくれる人、タバコを送ってくれる人とか、いろいろスタッフ募集してるんで、もし僕と関わりたい人がいたら、ボランティアスタッフで、ちょっと手出しは結構ありますけど、僕と関わりたい人いたら連絡ください。よろしくお願いします。うん、ご飯、洗濯、掃除は海宝がやってくれるから、掃除は大丈夫。あと、物販は、ミュールがやってくれるし。うん。そう。俺、放送以外のこと全部スタッフに任せることにしたから。何様？何様でもないよ。セックスはいいや。うん。セックスはいい。困ってない。よいしょ。タリーズのね、小さい金の缶。これが美味しいね。今ハマり。これ。これ1ヶ月分送ってくれる人を募集してます。やべえな。体調悪いな、マジで。うん。あ、面白かったらフォローしてください。うん。都合がいいじゃなくて、俺とリアルに関わりたい人は、そういう人だけって決めてるもん。うん。俺が会いたい人は俺が決めるから。プライベートに。だって俺、1時間で3000円稼ぐんだよ。でしょ？だったら放送ずっとやってた方が稼げるじゃん。もっともっと稼ぎたいと思ってんの。1時間、どれくらいだろう？ 1 時間、月800万だから、ちょっと待って、計算するね。月850万稼ぐわけでしょ？月850万。1日10時間放送かける30日は300時間でしょ ?300 時間を割ればいいのか。850万割る300時間は。1時間で2万8000円稼がないといけないんだよ。うん。だからまだまだだよ。あー、ご飯ごちそうして。うん。1時間で俺は2万8000円稼げる男にならないとダメなんだもん。うん、今は時給3000円ぐらいね。今は時給3000円ぐらい。うん。ああ、全然いいんだよ。リスナーは、いいのいいの。配信はみんな無料で見てって。1ヶ月850万ぐらい。年収1億狙ってるから。こんばんは。ハートありがとう。だから逆に、もうアイテムでありがとう、ありがとう、ありがとうってずっと言い続ける人生がいいよね。花火ありがとうって。ハートありがとうって、うん、ずーっと言ってる。10時間。で、みんなありがとうっつって寝るっていう。うん、沖縄行ってて払い忘れちゃったんだよね。あ、髪を赤く染める役も必要だね。全部。お風呂で体洗う人とか。うん。全部全部。時間がないんだよ、本当に。大変なのよ。いや、俺もう決めたの。もう本当にリスナーさん信じようって。欲しいものは欲しいから、今までは遠慮してたの。俺なんていいよって。でも、もうこの先は億万長者に本当になるためにはリスナーさん信用して信頼して、もう配信以外のことは全部、もう頼ろうって決めたの。だから欲しいものは欲しい。全員に投げてとは言わないよ。俺のことを理解して応援してくれてる人に、マッサージ役も必要。腹くくった。そう。俺はなりたいものになるって決めたの。うん。俺は腹くくったんだよね。もう、ぶっ飛んで有名になってやるって。それが今の自分のやりたいことなんだよね。そう。うん。稼いだお金じゃないの。お金が欲しいわけじゃないんですよ。ケイピョンさん。要は、もう、スーパースターになりたいの。スーパースター。で、結果として1億稼げるようになんないとスーパースターにはならない。もちろんフォロー大歓迎ですよ。コメントも応援だし、フォローも応援だし、アイテムも応援だし。うん。いろんな応援の仕方があるから。そう、お風呂で体洗う係とか全部だよね。ドライヤーかける係とか。そう、アメリカにも今年行かないといけないから、通訳とかも必要だし、フォローありがとう。フォローありがとう。で、ついてこれないやつはもういいやと思って。うん。ついてこれない人はもう追いかけんのやめようと思って。ついてこれる人だけついてくればいいと思ってる。あ、フォローありがとうね。フォローありがとう。あと、LINE と YouTube もやってるから、Facebook とか LINE とか Twitter とか全部フォローしてください。よろしくです。よろしく。ありがとう。よろしくね、これから。はい、わざつ、桜もいらっしゃい。だってさ、億万長者になる男がさ、こんな生活してたらダメじゃん。そう思わない？うん。もう俺は今の生き方してたら億万長者じゃダメだと思ったの。絶対なれねえと思ったの。マインドセットが弱すぎると思って、今、進化の途中なんだよね。心が変わっていかないと。社会貢献とか考えてない、俺は。一切考えてない。さくらんぼ、メガネかっこいい。ありがとう。俺はその代わり近くにいる人を大事にしようと思ってるね。仲間と。それが社会でしょ。俺国会議員じゃないし、市議会議員でも何でもないから。それはその人たちの仕事だと思ってるね。俺は自分の近くにいる人と自分のリスナーさんを大事にしようと思ってる。うん、ありがとうね、ハッピーうんち。じゃんじゃん稼がせて、俺のこと。俺。億万長者になる、俺。アイテムありがとう。どうだろうね。俺が考えるスーパースターはそんなこと考えない。あれは税金対策だと思ってるから。まいちゃんはだつ。現在、配信での収入80万ぐらいかな。で、今月は100万狙ってる、とりあえず。今月は100。だからみんなアイテムバンバンよろしく。配信で1億円目指してる、年収ね。10年以内に億万長者になるっていう約束をしてる。うん、ありがとう。ナナさん、風船ありがとう。ありがとうね。ありがとう。まいちゃん、風船ありがとう。ありがとう。にゃこバーガーありがとう。にゃこハートありがとう。クソカツカツバーガーありがとう。そうそう。自分でね、決めたの。もう。決めるって、変化ってメタモルフォーゼって言うんだけど、俺はメタモルフォーゼの最中なの。チョコミント花火ありがとう。メタモルフォーゼって体をドロドロに溶かすんだよ。さなぎになって。で、腸に羽ばたく。だから痛みを伴う変化っていうの。で、俺も昔のスタイルとか大事にしてるもんあるけど、俺は億万長者でスーパースターになるって決めたのね。だからそれに痛みを伴うのは仕方ないことだよ。ハートありがとう。でも俺のリスナーさんは4年間の俺の動きを見て信じてくれてるはずだから。うん。大丈夫だと思う。ブレてないっていうのが伝わるはず。うん。こっからは、でっかいことをやんないといけないの。風船ありがとう、さくらんぼ。うん。ありがとう。そう、攻めていかないといけないんだよね。そう、自分の手に入れたいもの。過去は変えらんないから、過去には興味ない。俺は。それこそ過去に興味あるんだったら、俺の YouTube 登録して、とっち。4年間の全部の記録が残ってるから、YouTube に。うん、俺は今しか興味ない。今しか興味ないの。今どうやって俺が生きていくか。どうやって存在するのか。そう。俺は今日もスーパースターでいたいのね。うん、今日今この瞬間もスーパースターでいないと、未来スーパースターでいることなんかダメなんだよ。うん、そう。過去を理想としてる自分なんてどうでもいいんだよ。もうそんなものは手に入れたの。俺は通過点だと思ってるから、そんなのは。そう。俺が今狙ってるのはスーパースターだから。うん、俺はスーパースターになるために生まれてきたから。うん。YouTube チャンネル登録よろしくね。みんなよろしく。うん、前向きに行こう。前向きに行こう。うん、夢は叶うんだっていうのを、見せてあげないと。夢は叶うんだよって。野球選手と一緒っていうかさ、毎日試合のイメージトレーニングするでしょっていうことが言いたかったの。みんな体を動かすことばっかり言ってるけど、ボクサーだったらイメージトレーニング、シャドウをやるじゃん。ボクサーだってバッターボックスに立ってっていうイメージするじゃん、ホームラン打つ。それと同じで、俺が配信で億万長者になるイメージトレーニングしてなぜ笑うんだって言いたいの。俺現役のプロでトップ走ってるんだよ。その中でトップの中のトップになりたいっつったの。なんで笑われんの？そう思わない。うん、トップ選手にはなったよ。スタメンになったよ、やっと。うん、だけど俺はメジャーリーグでトップ取るっつっての、奥ってことは。でしょ？世界中で誰もが知ってるスーパースターになるって言ったのよ。そしたら笑われたんだよ。うん。だからそんなの当たり前のことだよって言ってんの。そう、笑うやつは笑えばいいっていう。うん。配信以外で億万長者になれる、感触のあるものがあればそっちに専念するの。しないね。うん。だって俺他のことやるもん。金稼ぐことだけ考えたら。俺いつも言ってんだけど、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるためなの。で、たまたま好きなことっていうのが、俺の配信だっただけなんですよ。だから好きなことやって何が悪いの？好きなことやって、好きな人と好きなことやって、好きな場所で好きな時に好きなだけやるんだよって。で、それがたまたま配信だっただけなの。だから好きなことで億稼ごうって決めてるだけだから。知らない？俺、ふわっちの運営じゃないし、俺、占い師じゃないから。俺、占い師じゃないの。うん。ありがとう、風船。俺、占い師じゃないんだよ。うん。うん。だから、自分の未来を作ることしか考えてない。うん。自分の未来を作ることはできると思ってんの。ただ、俺、ふわっちは俺のサイトじゃないから。うん。別に俺、配信サイトなんか腐るほどあるわけだし。うん、スパーリング俺行くだけだよ。俺はやらないよ。うん、俺は出ないよ。俺は自分の練習、自主練しかやらない。誰もスパーリングしない。うん。うん。いいこと言うね、CZ。今のままだよ。だから俺は今スーパースターになってるわけよ。今日もスーパースターでないといけない。うん、だから別に自分が自分らしく生きてるだけだよ。なんかやり方とかなり方とか計算とか一切ないよ。うん、今の自分が未来を作るだけだから。うん、そうじゃないの。あ、アイテム足りないんで、応援してくれる人、バンバン花火投げてください。よろしくお願いします。アイテムガンガンください。っていうか、帽子忘れてんじゃん。海保帽子忘れてる。わざらしいね。うん。いや、帰らせるでしょ。うん。アポなしで来てるんだから。あ、よろしく、星くん。よろしくです。ありがとう。もしよかったらフォローしてってね、初見さんは。うん。うん。いや、和道さんは和道さんの良さがあるっていうかさ、俺他人と比べて配信やってるわけじゃないのよ。俺は俺しかできないわけよ。自分にしかできないことがあると思ってんの。だから誰と比べてどうとかじゃないんだよ。自分のことしか考えられないじゃん。自分のことしか変えられないんだよ。うん。だから自分を変えることに毎日時間を使ってるよ。うん、そう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 。自分のために生きてる。自分だけは変えられるというふうに本当に思ってる。上に立つ気はないよ。さっき 40cc さん。誰かの上に立ちたいっていうのはない。それは、なんつうんだろうな。なんて言うんだろう。欲でしょ、自分の。俺は誰の上に立つつもりもない。メタモルフォーゼ、痛みを伴うのところ感銘受けた。あ、ありがとう。鼻水みたいにドロドロに体を溶かすんだよ、メタモルフォーゼって。だから痛みは当然あると思ってる、俺は。でもそれも受け入れる。芋虫からさなぎになって蝶になるために。それは仕方のないことだと思ってるから。はじめまして、どうも。テレビに出る、テレビに出てほしい。全然、なんだろう。オファーがあれば。ギャラとオファーと、あとは内容だよね。どういう意味で俺のことを撮りたいんですかって。俺の何を表現したいのか、ちゃんとかっちり噛み合うかどうかだよね。何でも出ればいいって問題じゃないから、仕事は選ぼうと思ってる。本にしろ、取材にしろ、コラボにしろ、何にしろ、すごい今選んでる。なんて言えばいいのかな。自分、何でも金もらったら動く人間じゃないの。今はさなぎかもしれないけど、さなぎの段階の蝶っていうのは、俺の感覚ね、さなぎに体ドロドロ溶けてる時に頭の中で、脳すらも溶けてるのに、心とか意識はもう蝶になってるんだよ、そいつは。そいつはイメージ、こうなるぞってなってるわけじゃん。俺はこうだぐらいに思ってるの。俺は羽ばたいてるぜぐらいに思ってると思うのね、俺は。だから周りから見たらさなぎかもしんないけど、俺は蝶だと思ってるよ。蝶っていうのはスーパースターだよね。俺はそういう風に思ってる。ありがとう、カズ。頑張るね。頑張る。海保帰ったよ。いいんだよ。仕事は選ぶってだけだから。別に。会う人も選ぶし、全部選ぶ。でもファンとか仲間っていうのはすごい大事にしていこうと思ってるよ。今、俺の生活が成り立ってるのはやっぱファンのおかげだから。ファンは大事にしていこうと思ってる。評価を下すのは第三者だよ。まあ別に第三者がでも俺の人生を決めるわけじゃないじゃん。そう。別に、いいよ。別に馬鹿にしていいよ。むしろ馬鹿にされるぐらいがちょうどいいと思ってるから、今の段階では。でもそいつらはみんな手のひら返すの分かってるから、俺にとって大事にしなきゃいけないのは、俺の夢に乗っかってくれてる人でしょ。ついてきてくれてる人でしょ。別にだって第三者は関係ないもん。馬鹿にしようが何しようが。だから全然いいよ。馬鹿にしたけりゃして。ただ俺とは関係ない人生だから、和道のこと応援するぜって。俺がお前のことを億万長者に変えてやるぐらいの、器量のない奴とは付き合う気ないから、俺。そう思わねえ。俺が和道を億万長者に変えるんだって。その中の歯車の一個になるんだっていう、そういう気持ちが俺には大事だと思うの。でっかいことをやろうとしてんの、今。でっかいことをやるためには、みんなの力が必要なんだよ。一人じゃ何もできないんだよ。今、俺が旅をしたら旅の BGM 作ってくれるんだよ。ね。捨て頃に出たら捨て頃の BGM 作ってくれる人もいるんだよ。いろんな人がいるの。俺、専属ミュージシャンが3人いるんだよ。で、クリーンレディって部屋片す時間がないっつって部屋片してくれるんだよ。なんで億万長者になりたいの？配信が好きだからだね。配信が好きだから。そうだね。俺もそう思ってる。2020年ぐらいに結構その兆候が出てないとダメだろうね。あれこれ奥行くんじゃねえのみたいな。いや、名前は変える気ないよ。和道は和道だから。和道は和道でしょ。誰かの真似する気ないし、俺。自己評価のスーパースターで満足なんて、自己評価じゃなくて、俺はスーパースターなんだって。もう。自己評価じゃなくて、未来が変わるんだよ。時代が追いついてくるんだよ。自己評価のスーパースターで満足じゃないんだって。うん。スーパースターはスーパースターなんだよ。世の中に何をしてくれる？何もしないよ。だから、分かってねえな。分かってないね。違うって。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるんだって。ただそれだけなんだよ。それ以外何もしないよ、俺は。うん。見返りを求めるなよ。見返りを求めるな。うん。与えるだけなんだって。分かってねえなぁ。はい、ワード2。さっきのプロ野球選手の話はだからしたじゃん。イメージトレーニングプロだったら誰でもやってるんだよ。うん。人任せ？全然人任せじゃないよ。うん。いや、ガチだけど。うん。全然ガチだよ。うん。まあいいじゃん。10年間俺のこと見てたらわかるわけだから。10年後どうなってるのか。でしょ？ただ見てればいいじゃん。うん。俺は絶対やるっつったらやる男だから。うん。イメージしないものっていうか、俺はイメージ通りになってると思うよ。みんながいくつなのかわかんないけど、みんなもさ、過去思った通りの人生になってない？俺そうだけど、中学2年生ぐらいの時にさ、なった自分自身そのまんまだけどな。自由に生きてて。はい、こんにちは。いらっしゃい。10年後は42歳かな。42歳までには億万長者配信でね、配信で億万長者になってると思うなよ。うん。あ、俺逆だな、ハッピーうんち。これをしたいから1億円稼ぎたいって言ってるやつは何にもできてないやつだと思うね。稼ぐって決めてるやつだけ稼げてるっていうイメージ。俺は。俺の知り合いの億万長者はそういう人ばっかり。いや、俺億万長者になるんだよね。うん。なんでですかって。いや、理由はないって。なりたいんだよね。って。そんな人ばっかりだけど、俺の周りの億万長者は。逆に何々やるから億必要なんだよって言ってるのは小物だよね。うん。小物。俺の周りはね。うん。俺の周りは。うん。そうそう、配信でも食べられるようになったし。困ってない。はい、ワード2、いらっしゃい。楽しんでってね。うん。さすがっていうか、なんか俺はだからそっから盗んでるだけだから。うん。周りの億万長者。うん。あ、だからこんな感覚なんだろうなっていう。こんな感じなんだろうなとは思ってるけど。まだ俺もなってないからまだわかんないけどさ。うん。いや、好きなことやって稼いでる。好きなことやってるだけだけど、みたいな。うん。何人ぐらいいるだろう。知り合い、友達にもいるし、知り合いだけで言ったら億万長者100人以上会ってるよ。うん。ここまでなるとは、こっからもなるよ。俺はだから自分の人生で初めてそれに気づいたのは19歳の時だよね。あ、俺何にでもなれるんだって。俺が思ったことって具現化するんだっていうのに気づいて。俺はだからガキの頃から、ただ放送始まったのが4年前だから、そっからしか知らない人はそっからしか知らないだろうけど、ガキの頃から、クリーンレディー他にスタッフはいない。一人だけ。いや、いらない。解放取りに来て、今。うん。そうそう、お金が勝手についてきただけだよね。うん。あ、いいよ。ディスりたい人はディスればいいんだよ。人の夢を笑う奴は自分の夢を叶えられない奴だから。俺はドレさんのことを別に、ドレさん、だってドレさんが、俺、なんで50まで格闘技続けてきたかっていうと、60になってもこんなこと耐えられる奴いないだろうって。だから俺は60まで、50、60、要は若い時に目は出なかったけど、60歳とか50歳だったら最強になる自信があるんだよって。そしたら俺の夢叶うんだよって言った時、あ、この人かっけえなと思ったの。だから今でも付き合ってんの。俺でそれバカにしてないでしょ。俺がドレさんのことバカにするのは、配信のことと女のことだけだよ。うん。だから俺ドレさん格闘家としてリスペクトしてるし、俺はそこ全力で応援してるけどね。うん。人の夢を笑う大人には絶対なりたくない。うん。引き寄せの法則あるよ。な、俺言ったことないでしょ。バカじゃねえのって。俺思ってないもん。俺だから、ドレさんのその活動については応援してるもん。うん。本当に頑張ってほしいと思ってる。うん。だから別に言いたいことは言っていいよ。俺も配信者だし。ねえ、全世界の人がさ、マイケル・ジャクソンとかジョン・レノンですら嫌いっていうやついるんだもん。腐るほどいるでしょ。全員に好かれようなんて無理よ。俺もかすなものしちゃったよ、最初は。もちろん。だ、それってさ、ゲストさんさ、何聞いてるかって、和道さんにも赤ちゃんの時代あったのって言ってんのとイコールだよ。俺だって赤ちゃんの時あったんだよ。悩みは昔いっぱいあったね。それこそ、欲しいもんも買えなかったし、うん、居酒屋に行くこともできなかったの。生活保護だし、お金がなくて。で、惨めで。すごい辛かったよ。悩みめちゃめちゃあった。でもだんだん解消されてきてる。仲間もできてきたし、応援してくれるファンもいるし、今は。買いたいもん買えるし。それこそ本当に高いものでも買えるようになったのね。うん。値段を気にせず。3万円のジーパン履いてんだよ、ヴィンテージの。うん。そういうことができるようになったのは本当にみんなのおかげだと思ってる。うん。でもこれからももっとでかいものが手に欲しいと思った時、例えば飛行機欲しいなと思ったら飛行機買いたいの。本当に。車、ランボルギーニいいなって眺めたくないの、もう。ランボルギーニ、あ、買っちゃおうかってやりたいのよ。かっこいいじゃん、そういうのって。配信中にさ、ランボルギーニ買っちゃおうかって。そうやりたいんだよね。もうなんか自分の心が決めて制限して欲しいものを見え張ってランボルギーニなんて出せよって言いたくないの、乗ったこともないのに。乗って言いたいの。ランボルギーニちげえなって。そう。結果を出して体感したことをシェアしたいの。うん。ロレックスは欲しいと思わない。うん。コンプレックスがなくなったっていうか、そこ、なんつうの、普通でいられるようになったっていうのはすごい嬉しいね。見え張らなくて良くなったっていうか。うん。ただ、なんつうんだろう。ちゃんと言うよ。今奥稼げてないけど、10年以内に奥を狙ってるんすよっていう言い方をするよ。気持ちは俺億万長者だと思ってるけど、人に言うときは違うじゃん、それは。うん。今全然稼げてないですけどって。うん。おい、お疲れ。車の免許ないよ。うん。だから、別に、なんつうの。夢は夢だけど。でも、夢を語って何が悪いんだって思ってる。応援してくれてた人のためにもっと有名になりたいんだよ。和道食わせてたの俺だよって言わせたいのよ。え、和道さんって。そうだよって。今電話かけてやろうかつって。それが恩返しなんだよ、俺の。リスナーさんに、お、和道の LINE 繋がってるよ、つって、マジでって。それくらい有名になりたいの。それしかできないんだもん。うん。うん。そう。和道飯食えなかったんだよ、昔って。あいつ貧乏で。でも頑張ってたよって。ひたむきに配信だけは裏切らなかったよって。まあ、運転手雇えばいいもんね。エールさんね。うん。5年じゃ無理なん。正直言うね。郷さん。100万は見えてるの。正直言うと。もう近い将来100万はいくんだよ。でもね、俺は、夢を設定するときって、人に叩かれて無理だっていうことを設定するようにしてんの。俺は生活保護の時に配信で飯食うって言ったの。配信で3万円、5万円、10万円っていう段階を踏まないの。人に言うときは、達成不可能って言われたいの。奇跡だって、起きたら。だから、自分を何段階も進化させて、何段階も強くなって達成する遠い目標にしたの。だから億万長者。だから10年かかるだろうなって。別に10年以内5年で達成すればいいだけでしょ。それは。俺はなり方わかんないんだよ、正直。億万長者の。だから夢なんだよ。計画とか目標じゃないの。うん。俺はでもそれが大事だと思ってんの、男には。志だよね。うん。そう。志。うん。そう。いや、よく名前、いろんな人の名前言われるんだけど、俺は誰かと比べて言ってるわけじゃないのよ。誰かと比べてやるぐらいバカバカしいことないと思ってて。俺は俺しかないんだから。俺は誰かと比べてそういうこと言ってるわけじゃないよ。さっきも言ったけど、ランボルギーニ欲しいなって思った時買えないと、俺、だって好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるってさ、ランボルギーニ欲しいなって思った時に買えないとダメなんだもん。本当に難しいんだよ、俺の夢って。毎日毎日好きなことだけやらないといけない。好きな人とずっと一緒にいないといけない。本当に難しいのよ。だからプランはない。正直。見えてない。でも俺はできるって信じてる。で、もし、やり方もわかんないし、バカかもしんないけど、例えば、ルフィがさ、海賊王になるって言った時、海賊王の計画なんかないでしょ。夢ってそういうことだと思ってるの、俺は。でも俺はルフィは海賊王になってもらいたいと思ってるし、なるって信じてるのね。うん。矢沢は自分を持ってるからだね。うん。誰の真似もしてない。矢沢なんだよね。うん。あの人は配信会に必要な人だと思ってる。矢沢永吉は。まあ、アニメだけど、うん。まあ、一個の例えね。アイテムありがとう。一個の例え。うん。そう。だから、いいんだよ。うん。別に笑われても。笑っていいよ。全然。むしろ笑われるぐらいでっかい夢じゃないと、俺は関心がない。うん、俺は不可能を可能にしたいと思ってんの。本気で。うん、おい、エスちゃんいらっしゃい。俺は本気でそう思ってる。うん配信論なんて語ってないよ。俺はただ夢を語ってるだけだよ。うん。おい、ケンさんバーガーありがとう。いや、他人の評価は全然気にしない。うん。リスナーさんも含めて。だってさ、目に映ったものに対して言ってるだけじゃん。滑稽に見える人もいっぱいいるだろうし、いや、かっこいいって言ってくれる人もいるだろうし、頑張れって言うといろんな人がいるんだよ。で、それは他人の生き方だから、いろんな風に思ってもらえてありがたいと思ってんのね。だから、まあ他の配信者、ね、俺のことどう見てるのかっていうのは、まあいろんな風に見えてるんだろうなと思ってて。うん。まあ別にいいよ、好きなように言って。うん。はい、言ってら。だからまあ俺のこと滑稽に笑ってる人もいればさ、バカだね、こいつって言ってる人もいれば、ああ、ワド頑張れよって言ってる人もいるじゃん。だから俺のことをフォローしてくれて、コメント書いてくれて、アイテム投げてくれる人を大事にすればいいだけだと思ってる。うん。ね、いろんな人がいる。ただのツールだから、配信って。俺からすると。電話とか電卓とかと一緒で、使う人によって用途が違うだけでしょ。俺は自分を表現者だと思ってんの。ボクさんいらっしゃい。フグを食ってたから得るものがあった。俺にフグを食わせてくれた人なんだよ。俺はフグを食えるポジションにいなかったの。俺に夢を与えてくれたの。例えばさ、フグを普段から食ってる金持ちと会話をしたとき、お前何がスーパースターだよ。フグも食ったことねえのかよって言われちゃう可能性があったんだよ。いや、フグうまいっすよねって。物差しがでかくなったんだよ。俺の物差しを広げてくれたんだよ。食ったことあると食ったことないじゃん。全然違うじゃん。フグどんな味なのか知らなかったの。もっとコリコリしてたし、食感美味しいし、味もすげえうまかったの。特に白子とかめちゃめちゃうまくて。だから俺の物差し広げてくれた人だったと思うよ。うん。それこそリスナーさんでさ、俺に、なんだっけ、ダチョウかなんかの、フォアグラか。フォアグラ食べさせてくれた人もいるしさ。フォアグラの味を知らないで死んでくよりよっぽどいいと思うけど。で、フォアグラなんか油の塊だろって食ったこともないやつにね、言ってるやつより全然良くない？うん。俺は物差しどんどん広げていきたいと思ってるから。はい、こんにちは。うん。ちょっと枠取り直すわ。もし次枠見てくれる人いたら、フォローしてください。お疲れ。次枠いきます。最後にアイテム投げてくれる人はアイテム投げてください。お疲れ様です。次枠いきます。ハートありがとう。バガーありがとう。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。